そういう、あのね、一つだけね、正しいことはね、アイソンボタンを押されたらイエス。これね、話を防ぐ、あのね、僕らができる方法だよ。もういいよ。イエスイエスイエス。いい。狼だっていうことじゃなくて、もうさ、いやー、もうイエス押さない奴らってもう病気だと思うわ、もう。お願いします。開示しましょう、もう。イエス押さないって、嵐いるかもしんないのに。なんでイエス押さないんでしょうね。じゃあ俺潜伏しますね。いやー、ほんとに。嵐。いや、ほんとに。嵐がいるのに何してんだろうって思うわ。発言ターンに1番のプレイヤー、あ、いないかもしんないから、まあ一応やってみましょうよ。で、区別つけよう。やるじゃねえか。なるほど。みんなを逃げさせないたびに配送ボタンを押して、本当にこれ一応命かけゲームだ。ああ。俺、関東に住んでんだけどよ。絶対俺、北海道住んでるやつ、いたら絶対許さねえわ。北海道住んでるやつは、おマジで本当許さねえから、マジで俺とのランディ。やべえ雰囲気だったからな。で、なんでかっていうとね、あの北海道行ったとき、なんか変な人に絡まれて、俺も俺全然悪くないのに、なんか向こうがすごい団体で来たから、俺がなんか警察悪くなって、絡まれてって、なんか俺警察にすごいなんか、まあ48時間入ってたんだけど、絶対許さねえ、マジで北海道マジで印象悪すぎ。絶対許さねえ、北海道住んでる人、正直に言うけど、俺絶対許さねえから。なんか戦ったことあるような気がするんだけど、こんなだったっけ？いや、いいね、イチワさん。僕はね、ちょっとあの思ってることというか、まあ、いいけどさ、1試合くらいこんなノリのゲームいいけどさ。プラスのところ許せないんだよ。うん、あの盤面に逃がすやつね。これチームプレイなんだから、そういうことをするやつって許せないんだよね。で、みんながその思ってるプラスラって、例えば、占い師用からのね、マジにゲームするんだったら大丈夫なんじゃない？もんじゃないんだよ。俺が許せないな。心配だったら1、2番が一応ゲームしてるで。てか1番はゲームしてないけど。北海道のやつに絡まれたから北海道のやつに行きたいなって。同人仕様だからあの仕様しか出ませんみたいな。その、全員が全員悪いやつじゃないんだからもう。一番何県の人か、何府か、何東京都か、なんとか府か、大阪、京都府か、北海道じゃないんだろ。あとは何県、まあ、2番さんとは46都道府県の中にいるんだと思うけど、このゲームはあの個人技ゆえの、団体競技になってるんで、まあ、要は体操ですね、体操。はい、だから僕がアンバで、4番さんは鉄棒で、そのノリでやって、おのおのが高得点取っていけば、まあ、勝利に導ける、これに関してはもういいよ、ゲームだと思ってるんで、はい、これもそこまでチームプレイではないと思ってますよ。はい、チームプレイじゃないで、1番さんは、自分は関東っていうんだと思って、なんかちょっと笑っちゃいました。はい、あ、僕、栃木です。まあ、2番さんがね、一番さんいいねって言って自分の都道府県言わないのはちょっと謎だなと思ってた矢先にその発言だったんで、まあ2番さんとはちょっとこのゲームの考え方が違うかなと思ってます。以上、4番のプレイヤーが発言します。まあ話聞いてたんだけど、とにかく1、2番さんには拍手を送るよ。あのさ、マジにやってほしいけど、3番お前舐めてんのか。マジにやってほしいよ。1番さんっていうのは普通の進行論言ってねえよ。北海道だって潰すって言ってんだよ。人生かけてるよ。一つの県を潰そうとしてんだよ。あのさ、うん、やられたんだな、いろいろとな。まあ、その仕返ししようよ。いいんだけどさ、俺もう。3番、栃木だ。2番さんっていうのはブラスラが嫌いだ。したい人だけど、余ったれた行動するんじゃねえっていう、そういう。心の信念持ってるよ。まあ、どんな人狼ゲームでもまあ、俺それ好きだよ。やる気、元気、いわきの精神持ってんじゃん。3番、町内会みたいな発言してんじゃねえよ。ここ町内会の集まりじゃねえんだぞ。うん、申し訳ないけど3番、君釣られると思うよ。牛タンだよ。いいけどさ、もう
はい、1周目よろしくお願いします。そうですね。まず配送しようとしたことに誰も突っ込まないっていうのが1から4に関してはすげえ謎。俺はキャンセル押したけどね。うん。でもキャンセル押したって言えないっていうね。1から4まではって感じかな。そうね。一発考察したいところなんだけどね。俺急に無駄だし。まあ、ちょっと迷おうかなっていうところかな。1から4で村っぽいって言えば3番かな。実点で2位。あと1音についてはもう、考察落とすべきものはないって感じかな。そんな感じです。まあ、2周目いこうかな。以上。6番。のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ私はね、678あたりのイエスをしたのは僕ですけど、まあ一応ね、まあもう真面目にやるならゲームしましょうよ。バグかもしれないんで。はい、嵐がいるかもしれないから、特に昼の配送は絶対イエスだね。みんなに言っとくけど、夜は私も、まあまあもういいでしょう。まあ人生かけてるっていうのだったらね、まあいいんじゃないですか。人生かけてる。4番がね。人生かけてるんだったら、町内会のね、3番かね。優等生の5番。行きましょうよ。1、2、4。人生かけてるんでしょ？ 4 番が人生を1番かけてると思った。まあ、なんか私からすると人狼ゲームの話してましたっけと思ったけど、4番の謎のね、1番に対するね、人生かけてる発言。2番はどこ行ったのかわかんないけど。結局3個釣りましょうよ。優等生と町内会長釣りましょうよ。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。8番さん、白、把握お願いします。まあ、一応、配送ボタンが出たので、自分はまあ、強化したんですが、続行ということで、まあ、1番さんから6番さんまで。大変で大変だろ、かもね、村が。真面目に考察すると、まあ、おかしなこと言ってる人って、私の中では結構引っかかったのが2番3だったんですよね。その次に5番3。4番3は、精査できないって言ってたけど、4番3は4番3なりの理由で、今日は3番3釣りっていう風に言ってるから、まあ少しの要素で、例えば、4番3が狼で3番3の村を知ってるとか、まあ4、3のラインはないのかなっていう風には、触れれたかなと思ってるから、5番さんが一応は精査できませんって言ってるのは、まあ、ちょっと引っかかりました。6番さんに関しては2周目。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、7番が2番に気になって様子言えよって思ったけど、正直7番が真にしか見えないですね。この状況で俺しろっていうのが、真面目高いですね。まあ、楽しんでやりましょう、こういうゲームなんで。まあ、正直、まあ、1番とか4番とか6番に言いたいんだけど、命かけろって言うんだったら、命かける理由って何ですか？あなたたちが村の時、村か人か知らないけど、村の時に命かける理由って何ですか？それって人外見つけるためですよね。だったら人外見つける議論をしてくださいよ、まず。全く人外見つける議論になってないです、本当に。何の議論にもなってないです。だから、あなたたちがもし村なんだったら、人外を見つけるために命をかけてください。なんかただ命をかけるとかじゃなくて、勝つために命をかけてください。あなたたちが村だったらね。はい、以上です。とんでもないことになってるな、村が。9番のプレイヤーが発言します。はい、1周目です。お願いします。そうですね、現状、7番さん新進行でも私は行きたいと思ってますね。白1なんですけど、5番さんと8番さんが濃厚かなっていうところですね。8番さんっていうのは7番さんの白だよね。なんですが、なんで5番なの？ヒロちゃんも猫もヒロちゃんが一番最初でしょ、冗談いいな。まあ、これ言ったらあれなんですけど、命かけてる人が配布してやり直しっていうことを、それを多分5番さんは言ってると思うんですけど、やり直さなくていいよ。それを気づかず6番さんが突っ込むっていう面白い構図ができていて、私目線っていうのはもう6番さん人外。嵐がいなかったらゲームしていいんだよ。はい。極論言うと。ということで、極論言うと。白です。以上。
1番のプレイヤーが発言します。ああ、もういい線いってんじゃん。うん、いや俺5番さんが印象いいよ。あ、なぜかって、うん、キャンセルボタン押したから、この人命がけでキャンセルをして本当に命かけてるから、こいつは。うん、印象いいよ。ああ、8番偽だね。うん、偽だわ。うん、偽。まあいいや。まあ9番が5しろね。7番が8しろね。うん。6? 俺超6言いたかったや。なんでこの人強化ボタン押したって自分で言ったから。命かけたくないでしょ。うん、平和じゃないの？釣るんだよ。9番が5しろ、うん、後半1みんな釣れねえじゃねえかよ。話聞いてる、うん、これ一番。俺まあ、気合入ってるなと思ったら2と4ぐらいだから、まあ3ぐらいかな。俺気合なんか入ってるわけないじゃん。気合入ってる。狼だね。2と4は。うん、ただの猫だね、猫。まあそれがね、あ、そっか。これ平和じゃなくて9番5しろな。9番って7番新進行で行くって言ってたっけ。かっこいいあるとしたら、てか1番の話をまとめてる俺もダメか。キャンセルしたわ、こいつ。うん。だから9番がローかもしんないけど、5番だけは弾けるかな。うん、気合入ってから。うん。てっぺんつかもうと思ってるから。こいつは北海道じゃねえな。北海道マジ出てこいよ。絶対来たんねえから。うん。とりあえず2と4は今のところは弾いてるけど、まあ AC 要素は今のところないかな。まあ3番だけがなんか唯一なんか。うん。3番は俺戦うから。3番とは。あんまり2、4とはちょっと一瞬目、なんかこの人はいい。基本命かけて。俺はちょっと3番と戦う俺は。2番。のプレイヤーが発言します。はい、まず言いたいんだけど、まあ、特にね後半1のやつら、お何が配送ボタンの話してんのって話だ。そうだね、八番さんは真面目にやる人だ。後ろを向くなよ。登録はしてるよ、八番さんは。前を向けよ。昨日かその前に戦って登録はしてたから、ね、なんでそいつさ後ろばっか向くんだろうね。だからあと7人の名前はもうメモった。過去は捨てろよ。ねえ。一応1、2はキャラはあるけど、続けろよ。なあ。ゲームを妨害してるわけではない。じゃあ前こんな感じの精査する人なんだろう。ひどまとしようよ。ね、進めない。ただ真面目にやってる7番とか8番はキョトンだと思うけど、1、2番が。間を自分で作ればいいんだよ。わかるか。まあ。なぜそれをしようとしない。印象悪いね、全員。後半7番と8番は1、2番テンションについていけないと思うけど。俺もついていけないけど。あ、今日はどこ釣りとかじゃない。単体でここはない。はい、8番さん、一本、そんなもんじゃない。うん、全釣りだ、ね。ただ、多分1番、2番は、まあ、通常のロジックで言うよりもパッションが強いとか。全釣りしちゃうよ。で、一応、狼を見つけてはいるような精査を、この人なりの中ではあるはずだから、晴らしてはいないんだよ。何が栃木ですよ。うん。7番と8番っていうようなタイプはね、ひょっとしてると思うけど。9番、5番もだかな。3番はローだから、3番もローだけど、1番、2番に震え上がってると思うけど、これもだけど。でも、いろんな人がいるから、いろんな人がいるから楽しんで。はい、2番さんは。あ、ごめん、俺、町内会かもしれないけどさ、だって1番さんってさ、北海道を殺すって言って、自分は関東だよって言って、なんで命かけてる人がさ、自分の住所言えないのって、俺は思ったんだよね。はい。それでも俺が町内会の考察だっつんだったら、まあ、しゃあねえかなって思うけど、4番さん、どうよ。1番さん、命かけてんのそれって。かけてなくない？はい。1、2、どっちかでいいと思ってるけど、2番さんもチームワークがって言ってた進行論ではないよね。後半1って、だって、どう考えてもだって7進だしさ。盤面上ね。まあ発言残ってるから聞くけど、ちゃんと7と9は。9ははっきり言って、占い師としての発言は聞けてないから。はい。まあでも7が4番のプレイヤーが発言します。まあ一周目聞いておかしいなと思ったのは5番。うん。なんかごちゃ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 配送とかなんかごちゃごちゃ言ってんだけれども、お前のファンクラブちゃうねんで、ここ。5番のファンクラブちゃうねんで。おちょんぺでーすって言って。あ、どうもよろしくお願いします。おちょんぺでーすってファンクラブちゃうねんで。うん。ファンクラブちゃうねんからさ。自分の思った通りいかないわけは人生かけてんだから、みんな命かけてんだから、命張ってんだから。うん。命がけでお前もやれよ。
ファンクラブちゃうねんから、お前のファンちゃうねんからな。2番、熱いじゃん、お前。お前、心熱いよ。気に入ったよ。まあ、一番おかしな発言してんのは、一番お前だよ。なあ？だってさ、7番が今占いで一角してる盤面で8番白でしょ？なんで一番お前、8番を釣りたいって言うの？北海道どうのこうの言ってお前、おかしいだろそれは。それは輪郭になってないよ。1番、なんでお前8番釣りなの？ 8 番でも隠してるぞ。うん。人生かけるんだよ。命かけるんだよ。うん。占いが1人しか出てないわけだから。一番な、八釣りってのもおかしな話だよ。ただね、もう2番俺隠しろでいいと思ってるわ。人生かけてるよ、俺心感じたよお前。命がけてやろうよ。今日生きれなかったものは明日生きれない。咲かない桜。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。そうね、直近の4番さんからですけど、2番さんが隠しろっていうのはまずない。隠しろっていうのは7から9、3人全員隠しろ。7、8、9全員隠しろ。うん。絶対にしろ。で、それ6はマックス強靭だね。で、強靭の言い方としては、現状1って思ってんだよね。1はロー。で、4がローメであった場合、4、2、41っていうのはあるんだよね。これ迷うところ。ただ、これどうしようかな。追加すれば、これ迷うところで、8番さんの霊能師に頼りたいけど、先に6番さんの狂人を釣るか、1、2、4の誰かを釣るかっていうところなんだよね。それは思ってる。多分3はただの村だと思ってる。うん。役つかしは全くなかったんで、多分村でしょう。で、124っていうのはまず全くわかんない状態。ね、7番の意見はまず聞く。っていうところかな。ちょっとシビアに一回行くんであれば、もう6の狂人から混ぜてるっていうところかな。そんなところの考察いいでしょうか？ 7 から9まで。以上です。6番のプレイヤーが発言します。何を言ってるの？7番で8白で、俺騎士で8が0なんだから、俺が真でしょ。何言ってんの？太鼓出てないんだから。6、7、8釣らない。7番って9白だけ8白でしょ？あっと見えてる？ていうか、この村本当に大丈夫？本当に君たちのね、やろうと思うの熱い議論聞きたいんじゃないんだよ、この村は。一角の占い師の7番のファンクラブになる君たち。ファンクラブの会員になって7番さんのために戦うんだよ。何考えてんだ、チームプレーとかって言いながら。私はチームのために7番を守ることがね、騎士の役目なんですよ。本当にね、もうチームで戦ってほしいんだけども、本当に心の心で戦いすぎてよくわかんないんだけど。7番さん見えてる？私はね、ちゃんと女神である7番を守って、占い結果を落とさせるという任務があるんですよ。本当にね、7番、8番が見えてますかっていうぐらいの勢いだったね。まあ、7、8に任せます、釣り位置は。とりあえず、私、騎士なんだけど、ちゃんと見えてるっていう、いろいろね。それ7、8に任せますよ。ちょっと、難しいんで、SGG みたいなところを釣るか、アグロ狙いするか、ただ、SGG が多すぎてわけわかんないっていう、ところなんで、これはもう7、8に任せますよ。まあ、後半位置で良かったです。7番、8番が。任せます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。まあ、私は9番さんは5番さんのことが、まあ、白いでしょうって言ってて、占い師として出てきてると思ってなかったんですが、9番さんは、自称、占いを自称したんですか？ちょっとそこだけ教えてほしいんですけど、私はしてないと思ってますね。あ、9番さんが騎士ですか。6番さんも騎士ということで、どうしましょうかね、8番さんね。
6番さんと9番さんが騎士ね。8番さんが1角してる状態で。そうですね。じゃあ、クロス越えの提案をしていいですか？どうしようかな。いや、クロス越えの提案は8番さんに任せようかな。で、グレーはね、なんかね、考察っていうより、なんか皆様の熱い、なんか、感情っていうか、まあ、人生論みたいなことを聞いてたので、なんか、ちょっと補足しにくいんですよね。まあ、普通の精査では難しいと思うよ、この村。っていうのが。うん、まあ、ただ、2周目、5番さんは良かったかなって思ってました。白なんだぜ、ね。明確に言えなかったんですけど、2番さんから初週の発言で、自分は、8番のプレイヤーが発言します。何を言ってるんですか、5番さん。何を言ってるんですか。騎士噛まれちゃうから確定して。何を言ってるんですか、5番さん。5番さん、何を言ってるんですか、本当に。出させて。騎士噛まれちゃうから確定して。これ、どういう意味でしょうかね。5番さん、5番さん、釣っていいですか、これはもう。やばいっすよ。チャットもそもそもダメだし。もう、ちょっと待って。何これ、本当に。てか、まあ、普通に精査で、5番ってまず6番が強靭とかどうこう、わけわかんない精査続けてたし、7番とか8番とか、自覚してる状況かで、意味わかんないから、こういう村の展開でね、おちゃらけながらね、ちょっと禁止だし、一応ゲームする6番。どっちかな、どっち、9番なんで出なかったんだろう、普通に。わけわからんないけど、この村、どの村にも合わせながら戦うことができるから、ね。6番が7声で、9番が8声で、よろしくお願いします。で、グレー詰めでいいと思ってて、まあ、4番は、日釣りで、1番に行ってる要素と5番に行ってる要素は、まあ、確かに納得できる部分があるけど、本当に命かけてる人って、俺命かけてんだよって言わないんですよ。まあ、1回ぐらい言うかもしれないけど、本当に命かけてる人って、その行動に向かって、もう突き進むんですよ。俺命かけてるからとかアピールしないでね。だから命かけてるって自覚があるんだったら、まあ、しっかりしてください。はい。4番日釣りで。9番さん、ちょっと死を遅れた理由を言ってください。9番のプレイヤーが発言します。はい。はい。2周目です。お願いします。そうですね。私を出させないようにすることが、7番さんの使命だと思ってるんですが、そうですね。まず、私と5番さんが、セットになるってことは、まずありえないんですよ。ね、7番さんが、騎士が遅れたっていうのは、7番さんが要求したから出たわけなんですよ。だから、5番さんが出させてっていう感じになったと思うんですね。で、5番さんは、その前に、ちゃんと送ってたんですね。7から9まで白ですよっていうアンサーを出していたのに、何をやってんのっていう感じですね。7番さんに関しては。はい。それで、ね、8番さんっていうのはそれに便乗したっていう感じですね。悪いですけど、そのまま7、8新進行、私新進行で、6っていうのは強靭なんですよ。普通、騎士っていうのは潜伏するんですよ。何のために6番さん出てきたのっていう話になるじゃないですか。めっちゃ弱くなってるんですよ、7番さんのせいで。まず6から噛みます、この状況。以上。全プレイヤーの発言が終了します。その疑いには、どんな根拠があるのか。どうでもいいけどさ。平和は出た方がいいよ。出ない形もあるけど、乗っ取られたらまずいから。不思議な村だよなって思ってる。不思議な村だよな。投票が終了しました。あとさ、守り位置どうすんのよこれ。 5番の遺言を守り位置発表してください。
マジで。はい。はい。そうだね。まず、チャットっていうのは、ルーマスからチャットは OK だったはずだけど。チャット OK なの？ねえ、ん？チャットで熱くなったら？まあ。その、ルーマスの判断で、これはダメだってなったら、まあ、そういうルールがあったんだったら、まあいいんじゃない？別に、通報とかのレベルではないんだよね。まあ、それについては置いておくけど。ね、9はめちゃめちゃシーンでしょ。うん。8はまずポンコツ。うん。絶対に6から釣るべき。うん。出させちゃダメだ。5番9番って。で、これチャットありだったんだよね。5番9番って本当にさ、村だったら見つめ直してほしいんだよ。で、たまたま9番が死んで俺は陣外だけど、俺がし、うん、まずグレー釣ってクロス越えさせれば結論出るんだってこんなもん。124の誰かだ。と、俺は思ってる。クロス越えすればいいだけだから。マックスあって3、一応9番の人は出るべきだから。クロス越えで芯取れない可能性があるよ。それで。俺の発言はおかしいから、まあ芯取れるんだけど、今回は。真面目にやってる俺が、あれだったら芯取れないから、出方で。釜ぐらいかけるだろう。って感じだけどね。5番がやるべきことは、1、2、3、4の投票、6じゃなくて、他のところに投票、9番騎士だと思ったら9番以外のところの投票。以上。夜が更けました。人狼に気をつけて。あ、任せます。あ、いいっすよ。もう9番が見てもいいし、8でもいいし。あれ ?7 が6守りって言ってなかったっけ？あ、そうなの。あ、じゃあ7いきますか。7か見ましょう。うん。あ、そうなんだ。あ、そうだ。守りの指定出してたんだ。一応ね、3番に言っとく。9番守るかもよ、これ。本当にその指定出した。噛まれ、真面目な人は守んないけど。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。なんマジで本当に5番白でこれ、まあ、6番が偽物を確定したんだけど、平安村盤面で騎士が出ないメリットってマジで何？いやもうあのね、やばい。9番、もう一回進行勉強し直した方がいいよ。これ、死んでしょ、9番。えぐいわ、普通に。6番、強靭過程とか言ってんのもおかしいし、5番に関しても急に6番、強靭とか言ってるから、もう意味がわかんない、マジで。なんなん、普通に。なんなん、マジで。もう、訳がわからんわ。9番、5番、ないですよね、とか言って。は？訳わかんない、普通に。はぁ。5番白ね、5番白です。5番も白です、色は。強靭か、もう何者で言ってたのかもあれを知らないけど、5番に問いたかったのは、もうチャットを打ったことじゃなくて、出させて騎士かばれちゃうから、確定してっていうのがもう、伝統もう訳が分かんないですよ。あ、3番がちゃんと話聞いててよかったわ。俺、クロスの守りどうなってんのかなと思って。5番が白っていうことなんですよ。俺、感動しかったな。いやだって護衛がそうなってんなら構わないわ。9番真面目なタイプだったらよかったわ。はい。2週目、2日目です。5番釣れたのがでかいわ、まずは。もうすべては8番のせいですね。もうポンコツすぎて。9番もね、一般的にはね、出た方がいいよ、これ。8とか7の気持ちって、出方で変な人に思われるんだよ。出方で芯取れなくなるんだ。5番さん釣ります？は？ 5 番さんが最初に、7から9までの白一応見つけたんですよ。発言せざしててどこにそれでわざわざ7番さんが、うん、んだろうってことだから、ね、出しちゃうからふざけすぎてるからね。わかんなくなっちゃうよっていうことを言ってるんですよ。5番とか3番を釣ろうとしてるからでしょ、標準に見えたのは。まあ、だから6番から釣りましょうって言ってるんですよ。強靭ムーブしてるから。うん、私、騎士なんですよ。だって5番さんが、ね、7から9ってことは、7から9が役なんですよ。投票行動で3番釣りそうな村なんだよね。怖いのは。7から9が全員役なんですよ。普通の村はね、3番釣らないけどね、この村は3釣ると思うから、どうやって生きるんだろうっていう。本当強靭もミスりして釣りそうなんだよね。役に立たない。
1番あたりつって2番か4番に今日いたらな。まあいいよ。っていう展開なんだよね。こんな2番さんなんか20回しか勝ったことない人負けるんですよ。ああ、もういい。チャットするんですね。はい、さよなら。1番のプレイヤーが発言します。これ。うん。これで8か9、8球ローローっていうのもありえるよ。だって8番ってさ、ね。なんか俺噛んでくれよって言うじゃん。噛まれねえから。うん。7番噛まれるから、普通に。うん。それ8番人狼で言ってるくせやん、これ。絶対思ってる、これ。うん。で、9番に関しては、ね。8番くせえなって言っときながら、8番声しなくていいじゃん。なかったって言うよ。7守ればいいじゃん。女考察してるから、いや、これ、98ローロで、こんな考察してるから、天候の時期にこの人8強人の9ローでも、9強人の8ローでも全然あり得る。だから、6進進行で俺を行うわ。絶対行う。今日の陣いや、俺2番つったのは、正直、俺釣られると思うんですよ。うん。じゃあ8釣ろ。9釣ろ。俺釣られると思う。でもなんか8番がすげえおかしいんだよ。うん。で、これで納得いった。だって2、3、気合入ってる。何試合ぐらいしてるの 4に関してはなんか5が白いって言って。じゃあ、5が黒いって言って。圧倒的に厳しいから、俺は5評価してるんだから。やめた方がいいで、9番もさ。うん、でも、まあ、よあの5が黒だったら4は9で勉強してるのが仕掛けてるから。一般的に言ってた方がいいで、ね、違くて。多分、5、6。7、8の考えの方が普通だから。出方変だってなって、この取れなくなっちゃうから。6番ちょっと釣り位置決めて。8か9。うん、俺ついていこう。じゃあ、8番いこう。プレイヤーが発言します。はい、まずね、言っとくんだけど、6番がね、ご黒出してるじゃないですか。はい、今日は、安定進行で6番、それとか言うやつおらんよね。うん。命かけるゲームなんだよ。安定なんてもん、望まないよね、みんな。うん。はい、ほんじゃ、ここは一旦、シュートレバー、R レンジ引いてもらってですね、右の方に一回、切り替えしましょうか。だからそんなならんよね。うん。頼むよ。命かけるゲームなんだから。もう始まっちゃってるんだ。な。だから、今日は攻めの進行を取りましょう。はい。で、まあ、9番さんもね、ちょっとまあ熱弁しちゃったんだけど、8番さん、ちょっといただけないかな。さすがに。キューバもちょっとね、控えめながらね、キューバ自身もちょっとね、チーコちゃんっていうぐらいちょっと可愛らしい名前してるんだけども、そのね、控えめの名前からも、まあ、ちょっとよりな声で、8番さんにちょっとね、言ってたんだけども、本当その通りだよ。もう9番よりよりすぎて、ウクレレイジカーも出もうだもん。そんなね、9番でも8番熱弁してんだから、答えようよ、そこは。ね。ああ、もうちょっと本当にありえないわ。うん。くれれいじかよ。ほんでさ、5番さん、チャットの話してたじゃん。その話置いといて、またチャットの話だよね。お前それ、時をかける少女かよ、ね、お前。3番のプレイヤーが発言します。時をかける少女ちょっと笑った。ちょっとじゃねえ、結構笑った。うん、6じゃないの？6じゃなかったらどこすんの？俺わかんないんだけど。安定進行。6つらだったらどこすんの？わかんねえ。グレーってこと？普通はさ、まあ、3番もまあローだからライン切りだけど、4番も多分6って言うと思うけど、1番2番どうすりゃいいのこれ。8番さん行くの？ホワイトで登録していいのこれ。のプレイヤーが発言します。本当に1番に。延長戦。うん。自動車学校ちゃうねんで。自動車学校ちゃうねんで。9番とかは多分慣れてないから200前後で、本当にこれが正しいと思ってる人かもしれないし。命かけてんだよね、みんなね。5番もチャットが多いけど。お前らさ、やっぱ人生かけてるよ。微妙で分からん、本当に。人生かけてる。9125の扱いが分かんない。命かけてやってるよ。うん。ちょっと延長せって言ってんだよ。うん、ちょっと追加をせ。押したよ。追加を押したけど。俺だけど追加をしたのは。さあ、
とりあえずいいんだけれどさ、あのさ、ここはさ、自動車学校じゃねえんだよ。遊びじゃねえんだよ、こんな時間にやってくる遊びじゃねえんだ。2番、慣れてないのか、こんな考えなのか、ただ宣伝されてないだけなのかな、試合数の関連で。だって少ないもんね、試合数の。7が占い師確定してて8しろってんだから、あ、マックス教授、なんで8つんだよ。どういうことだよ。まあ、6がご苦労って言ってるからか。何を言ってんだ ?8 はあって強人だろ、ん、あ、9が今接続切りだから6すりゃいいんだよ。まあ、これは6は偽の生きるか死ぬかでやってるから、はっきり言って。俺はそう思うよ。6つる。6番のプレイヤーが発言します。8番強人。だから今日8番つって。うん。勝ちましょう。今日8釣り。走らしてるから、ほら。うん。真の霊能が走らなんかしないから。8釣りね。以上。全プレイヤーの発言。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。わかんないんだよ、ほんとにこれ。はって、ほんとに。ほんとに恥ずるんだもん、村が。震えが止まんないわ。追放されるプレイヤーは、8番の遺言を発表してください。はい、この村って身内村ですか？いや、俺もわかんないんだよ。ホワイトビルでいいもんなのか。はめようっていう村ですかね。まあそうなのかも知らないんですけど、まあ9番さんにもう一回言いたいんですけど、5番が7、8、9の白を当ててるから白いとか、ね、慣れてないかもしんない。なんか5番と9番なんか繋がってるんですかね。いや、まあね、ごめん、9番さんごめんなさいね。本当に僕がポンコツで申し訳ないんですけど、村目線ってわかんないんですよ。6番とか9番が出てて、どっちが真とかわかんない状況から9番が出てもらわないとわからないですよ、ね。まあ、僕がポンコツで申し訳ないんですけど、だからまあ今後のね参考にしてください。一応三角ぐらい、はい、もうすいませんでした。本当に僕が間違えてました。夜が更けました。人狼に気をつけて。はい、じゃあ9番をかみますか。行ってください。なあ、よくわかんないですね。はい。これは一体どういうことなんだろう、この村はってね。まあ最悪俺、まあどこが釣れればいいですね。どこが最悪。はい。まあそうですね。最悪まあ俺釣りでも。で、逃げてもらうっていう。てか、強人いれば勝ちなんだけどね。強人いたら勝ちでには関してはあれだけど、これもう本当に、すごすぎてやべえんだけど。昨夜は、1名の方が亡くなりました。9、1番のプレイヤーが発言します。いや、ちょっとね、俺思ったんだよ、今の。うん。いや、これ、旧強人で、違うな。なんか6に引っかかって、なんか8より俺9行きたかったのよ。でも6ってさ、8行ったじゃん。なんかこれ怪しいなと思って俺6行っちゃったわ。うん、やっぱ4は白いね。うん。9はもう安定進行6番ね。多分、この5、9と6、8の二陣が落ちるから。うん、今日安定進行6。絶対6。うん、だってみんなさ、このゲームじゃあ何のためにやってんの？うん。何のためにやってんのか言ってみろよ。うん。なんか8番もさ、なんかどうたらこうたらなんか命かけてるやつは命言わ、なんかその発言しねえとかさ。じゃあ何の発言すんだよ、お前は。ほんとに。だから釣られるんだよ。俺は6番の違和感をね、あったから俺は6番言ったけど。というか、初めからその感覚で、ね、命捨ててるってもんだからな、8番。俺は知らねえ。なんで3日目に普通になってんだよ。正直。3日目に普通になってんじゃねえか。というか、2日目か。2日目の投票から普通になってて、初めからやってくんない？初日のキャラはどこ行ったんだろうっていうぐらい普通になったんだけど。おい、どうした1番。今日になっていきなり変な発言しだすじゃない。
2番とかどう9番を釣りたかった教授だったらいいんだけど、2番とか。1はね、投票は普通なんだよ。じゃあどこ騎士いるのって話なんだけど。2番、教授だったら OK なんだけど。びっくりしたね。びっくりした発言で、ちょっとぶっ飛んでるね。もう。ね。何これっていう。ちょっとね、村でやってんだから、ちょっと。今どんな気持ちかというと、ね、戦国武将が大好きな夫婦がいました。でね、その子供が、長男、吉宗。で、長女、神楽って名前なのね。はい、じゃあ次ね、次男が生まれるから、じゃあ名前何にしようか言うたら、ほんじゃミルコ・クロコップにしようか言うて、そんぐらいぶっ飛んでるよ、発言一番さ。そんぐらいぶっ飛んでる。うん、教授ならいいんだけど、村だったらこの人は一体、まあ、若い女の子に、好きな音楽アーティスト何って言ったら、まあ大体嵐とか、平成ジャンプとか言って、言うと思うんだけど、余熱源氏とかね、言うと思うんだけど、まあ、その子にね、好きな音楽何って言ったら、いいんだけど、三好英二です言うて、お前その前一応超えたら高級1、2はびっくりした。1はシャンテレもでいいんだかもしれない、試合数で。よれよれね、だから、発言で、ウクレレイジか思うぐらいの発言でさ、一応チェックマークは入れて、なんか2試合目に不具合、多分9番は大丈夫だと思うけど、5番はチャットがわかんねえ、1も多分できるんだと思うけど、2がわかんねえ。いや、2番のなんかチョイスがツボなんだけど、でも人が2番しかいねえんだけど。いや、俺なんで8つのと思って。まあ、俺入れた理由は、まあ、チャット打ってるし、柱って言ったから、まあ、残っててもしゃあねえんだろうなと思って、8入れちゃいましたけど。4が言ってることが正しいなと思って、4後ろ弾きして、1の前、6投票してるから、まあ、1も弾いていいんじゃねえかなと思ってます。ただ、2番はチョイスが面白くて、好き。4番のプレイヤーが発言します。待て、1、2番、お前ら生きてる死ぬかでやってんだから、お前ら喧嘩すんなよ。お前ら村同士で喧嘩すんじゃねえよ。一番おかしいの誰だって瀬戸内だよ。弱小、お前だよ。なんでお前、6釣りって言ってお前なんで8言ってんだよ。口だけじゃないかよ。K1 の工事ちゃうねんからな。まあ、K1 の工事やないか、お前。口だけやないかい。まるで K1 の工事やで、こんなこと言ってんの。おかしいと思ったんだよ。7番が8路打てて、8番が一角してる場面で8番が急に霊能使用するか？一角してんのにわざわざ霊能使用するか？瀬戸内。お前、煩悩の塊やん。6番のプレイヤーが発言します。PP ないんですよ。私、強靭じゃないから、強靭だとしたら、1、2、3、4で2路いることわかるから、強靭 CO して、はい、PP ですって、村つって終わるから、俺死んだんですよ、本当に。1番でしょ。5、1、ローロ。今日1番行きましょう。うん。それが4番なのか分かんないんだけどね。1行きましょう。どうしたんですか、初日の北海道嫌いキャラが。突然今日はね、普通の考察しだして。何ですか、演技だったんですか。うん、今日一釣りですよ。5-1ローローにしか見えないんですけど。うん、まあとりあえず1行きましょう。あ、PP だったらだって俺強靭使用すればいいから。8番って地釣りすることは多分、1,2,3,4 にいる2浪を釣りたくなかったんですよ。うん。まあ5番浪で出てるから、あと1浪なんですけど、8してんね。うん。だから釣りたくなかったんですよ。狼を。うん。だから、地釣りしたんですよ。地釣りする心霊能っていると思います？常識で考えて。これやばいね。2番3番に浪いたらやばいよ、これ。うん。地釣りしてるんだよ、これ。1番4番の村いるんだったらしっかり考えてくれ。今日1釣りね、おかしいでしょ。なんでキャラ表変してんの？ 2,3,4 はキャラ変わってないけど、今日の1番って、巣に戻ったよ、巣に。どうしたの？うん。強気のキャラどこ行ったの？うん。うん。1番なんじゃない？北海道嫌いって言いながら関東というぼかしてるんだから。一釣り！全プレイ。私はただの石。
すりゃいいんだろう、これ。一人本当に行く？狂人がいればいいんだけどな。おー、ドラマチック。6番のプレイヤーが発言します。生きるか死ぬかのゲーム。うん。生きるか死ぬかですよ、一番さん。私はね、全部の都道府県がね、大好きです。特に大好きなのはね、もちろん女性の方が大好きですよ。日本全国の女性陣大好きです。そうです。私は猫だからです。女性の好きな動物第一位の猫ですよ。うん。一番さんとは違いますよ。浴衣着た女性とは違いますよ。猫を舐めないでほしいですよ。まあ、それは冗談でさておきね。8番強靭で5番、1番で基本見てますけど。はい。だからもう2番、3番がどうだったら無理だし、4番が3番投票しないからやっぱ1しかないよ。あのね、キャラが表現したの1番だけなんですよ。1番キャラ忘れちゃったんですよ。普通の素に戻った時点でロー確定ですよ。1番のプレイヤーが発言します。何がキャラ表現したからってよ。一番ズリだとか言いやがってよ。何が自分が猫だとか言ってよ。俺はヒグマだよ、お前が猫だったらよ。ふざけんじゃないよ。何が俺監督ダラ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 舐めやがってとか。お前北海道人だろ、てめえ。絶対許さねえかんな、お前。頭ばっか、熱動ばっかり言って、お前。何が生きるか死ぬかのゲームでなんか、俺は猫だから意味わかん猫、ズブ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 ズ言いやがってよ。お前ふざけんなよ、お前。お前は命かけてねえんだよ、お前。そういうことばっか言ってから、お前。表現者どうのこうのって辻の作って熱動して。だからお前辛いのよ。こっちは命かけてんだよ、お前。俺は最初から言ってんだろ、1日目から、お前。もう何も言ってねえだろ、お前。配送ボタン、賛成ボタン押しやがってよ。ロックズリー全プレイヤーの何試合なんだろう。まあ。7番と8番とか、キョトンとしてる。あ、まあ、こういうゲーム展開なんでね、おちゃらけながらやってますけど、どの村にも合わせながらやってますけど。まあ。わ、笑った。勝った。もう、どっちにしろ勝ったわ。もう、どっち、これ一体2番が強靭ならいい仕事してるけど。人狼に。任せますよ。4でも1でも。噛んでください。勝ちなんで、はい。好きなところ、4でも1でも。じゃあ、はい、1噛みます。1噛みましょうか。いや、前代未聞だな。うん、いや、面白かった。面白かったのは面白かったけど、村じゃなくてよかった。村じゃなくてよかったよ、もうこれ。もう村だったらもう、絶望するよ。もう。よし、狂人はどうだったんだろう。ゲーム普通に考えて2番だよね。あ、だったらいいんだ。2番ちゃんと仕事してるわ。